18日の木曜日、寒い日には湯豆腐が食べたい山ちゃんです。寒い日にはきりたんぽの鍋が一番いいこなつです。渋いやっちゃん。寒い日にはラーメンだよ、伊藤くんです。イエーイ。寒い日に絶対これだ、チキンスープ。おー、面白いですね。レモンドだよ。イエーイ。体温めてください。さあ、ここでですね、まずはじめにですね、おはスタを見てくれてるみんなに、お願いがあります。12月16日放送のポケットモンスターを見て気分が悪くなったり、それからね、倒れたりした、方たちがいたことはもう皆さん知ってますよね。そこでですね、今たくさんの人たちが、どうしてそうなってしまったかというのを一生懸命、調べているところです。そこでその原因がはっきりわかるまで、おとといの放送のビデオを見直したり、それから録画してまだ見ていないというんで、もう一回見たりするのを、ぜひ我慢してほしいと、思います。もしですね、また同じようなことが起こってしまいますと、ポケも応援してる人たちが、みんながですね、悲しい思いをしますので、しばらくの間、ビデオを見るのを我慢してください。お願いします。約束だよ。お父さんもお母さんもよろしくお願いします。はい。さあ、ということでございまして、ここでですね、風邪をひかないためのワンポイントレッスン行ってみたいと思います。はい、なっちゃん、からちゃん、今日は何だろう。